はい、皆さんこんにちは、パーティーゲームでございます。お、まず最初の設定ですかね。これは日本語となんやかんやはい、言語の選択ですね。今度、あ、A で決定にするか B で決定にするか。ああ、そうですね、 B で決定に慣れてる方はね、選んでください。プレイヤーの入力も可能です。あ、漢字が使える。まあデフォルトで風鈴の指令ですからね。はい、まさかはインターネットを使ってさまざまな機能を楽しむことができます。あとで読む読み出たの通知を行います。はい、 OK。 風鈴日記を作成します。風鈴日記は冒険を進めると自動で記録されてきます。あ、じゃあ今回セーブデータはあれかな、アカウント一つで風鈴日記一つかな。もしかしたら月影村を後に来たその数ヶ月後、オイラたちはというと変わらず旅を続けている。山を越え、川を渡り、そして今はここ浜へと続く道を歩いている。結構音でかいね。まあこんなもんか。あった、自己紹介遅れちまった。オイラはコッパ、今じゃ数少ない語り人たち。そしてこいつが相棒の試練、旅の風来人、風来の試練だ。そういえば何歳の設定なんですかね。あんまり知らないんだけど。フライの試練2の頃はね、まだすごいちっちゃかった頃だっていうのは知ってますけど、なんか。オイラたちの旅はいつも、旅の神、クロノスの風任せ。いつもだと、あっちへフラフラ、こっちへウラウラって具合で、キーバーな感じなんだけど、今回はちょっと違ってて。え？あれ？あ、行っちゃった？あんたたち行くから12回？元気がないみたいだけど、どうしたんだ？何かあったのか？ああ、この土地のものだが、どうにもこうにも。ああ、お腹が減ってらっしゃる。お腹が好きすぎる、ヒコロが。なんだ、腹減ってんだか。それなら、いいやな、シネン。あの、俺たちの食べ物でよかったら、おにぎり。うん、おにぎりだ。すごい、リュックぐらいあるぞね。うわありがとう、言う間もなく食いついた。うわ、もう、クリアの10枚おにぎりだ。うわ、ポコッと。おかげで元気になったよ、ありがとう。いやいや、あれなんて。でもなんでまたそんなひもじもいしてるんだい。あたりを見てくだされ。俺、どの土地も干からびてますじゃろ。確かにカラッカラだな。長い間雨が降らなくてね、おかげで作物も育てね。ここいらには射撃伝承ってのがあった。射撃伝承、枯渇って秘伝の神様がいたな。その神様がお日様を遮る雲に激怒して全て蹴散らしてしまったって伝説があるんだ。そんな昔話がね。から陥没が続くのも枯渇様が怒ってるからって言われてるんだ。あれ、全部食べれるのかい。ええ、残りのオンジーは枯渇様にお供えさせていただきます。なんとか怒りを鎮めてもらわれと。そっか、ほんとしんどいね。それでもあなた方のおかげで元気が湧いてきました。陥没なんかに向けずに頑張っていきます。ありがとう、旅の方。兄ちゃんたち、本当にありがとう。おにぎりあげるぐらいしか役に立てないけど、やらかでくれたらよかったよな。でもおかげで全部食が全部くれちまったよ。全部あげたの。そこは残しておこうよ。まあ、いっか。まあ、いっかって言って倒れそうになるのが自然なんだけどな。そう、それでも、こんなことがあっても、今は、やりすぎ前を向けるんだよね。だって、お宝さえ転じれば、おにぎりなんかたくさん買えるし、食べまくれるし。ん？これは？やっぱり、潮の匂いだ。ね、海だ。行くぞ。そう、今、おいらたちには目指している場所が、トグロ島っていう、内海にある小さな島なんだけど、そこには至る所に海賊の宝が隠されていて、ありそうな話だな。
さらにその奥には巨大な怪物がいて、そのお腹の中には飛び切りの財宝が眠ってるって噂だ。そんな風聞が各地にわーって広がったもんだから、みんな放っておけねえ。多くの強者どもが今島に集まってるって話だ。まああくまで噂だから、それだけだったらおいらたちも半信半疑だっただけだけど、ある日おいらと姫は夢を見たんだ。トグロ島にいる怪物とそのお腹の中からお願い助けて、助けを呼ぶ女の子の姿を。ゴアミダミの時はシリンが夢の中で黄金のコンドルを見た。わ懐かしい話を見たけどらしいけど、今度はシリンだけじゃない、オイラを見てるんだから間違いない。でも怪物のお腹の中って多分君の宝があるんじゃなかったっけ。女の子がお宝かってこと。まあいいや、女の子助けて最大にお宝もゲットしようぜ。とにかく急げ、いざタグラ島へ。ということで、ここから始まります、不思議のダンジョン風霊の試練6、トグロ島探検録。実にね、十何年ぶりという最新作でございます、風霊の試練ね。1000回遊べるダンジョン RPG としてね、名を馳せてきた最新作は、2024年1月25日に発売されました。前置きがちょっと長かったですけどね、まあ、せっかくだからね、見ときましょう私もですね、まあ、フレームシリーは、まあ、正直、そんなにベテランでもないです。1と5しかやったことがないので、私、極端ですけども。でもまあ、それなりに楽しませてもらった身として、この最新作はね、楽しみにしておりました。はい、今回ですね、まあ、ちょっとどこまでお送りできるかわかりませんけども、はい、キーがいいとこまで、それなりのパート数をかけて、私なりの秘伝の旅をね、お送りできたらと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。さあ、どんな旅が待ってるのかな。唐突だが、話はいきなり飛ぶことになる。場所は、トグロ島のサリオープ、ジャトウ山山頂。シレンとコッパがトグロ島に到着し、冒険を開始してから十数時間後のことである。結構経ってんな。ドーンとすーん。大丈夫か、シレン。シレン、頼む、起きてくれ。奴が来る。いた？奴？あ、気がついた。大丈夫か？え？何が起きたのか分からないって？おい、今さっき派手にぶっ飛ばされたんだぜ。本当に何も覚えてないのかよ。もしかして記憶が閉じまったか？マジかよ。どこから覚えてるのか分からないけど、手短に説明するとだな。トグロ島の宿場浜ってところに船が着いて、そっから冒険を始めて、ダンジョンにいる追っかられてきから逃げて、道具もわんさか使って、それでもなんとかやりくりしてやっとここまでたどり着いて、あとはあの怪物さえ倒せばいいってとこまでおいらって来てんだぜ。いや、やつだ。これがもしかして噂の化け物かな。メロ、体に無数の刀傷が。違いね、あれこそみんなが挑んでは破れた島の怪物。お腹の中にはすげえお宝があるっていう噂の怪物、ギャカクーだ。ギャカクー覚えにくいな。ギャカクー、お願い助けて。あ、あれは夢に出てきた女の子だ。果たして腹の中にいるのは女の子なのか、それともお宝なのか。何かあいつはぶっ倒すことに変わらねえ。あたりがグレグレって折れて。わっ、こいつ自分の空間領域に引きずり込んだんだな。モンスターも召喚して切った頭がちゃんとしたか。豊富とは言えねえが、持ち物に道具も残ってる。うまく使ってやるしかねえ。頑張るぜ相棒。え、いきなりラスボスと戦わせるの。マジかよ。左で、ね、左ステップで A で攻撃、 X でメニューを開きます。あ、ちょっと画面がでかいかな、ごめんなさい、ちょっと設定しますね。ちょっと音量を控えめにしてですね、ね、 K
気のせいかもしれないけど画面がちょっとはみ出てるんですよね。まあ皆さんがどういう風に見えてるかわからないですけど、右側がちょっと見えすぎるような気がするんだけども、これどうしたらいいかな。歩く速さは別に一マス開けて出しててですね、この辺の設定もいろいろあるんでしょうけど、ああこのパターンがあるんか、やっぱり。ああいろいろあるんですね。はい、 A ボタンで攻撃です。フライの試練はですね、こちらが何か一つ行動すると敵も一つ行動します。一歩歩けば敵も一歩歩くし、攻撃のアクションをすれば敵も何か行動します。で、Y ボタンを押しながらですね、その場でくる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 向きを変えてですね、動かないようにしてですね、で相手の方に向き合わせて攻撃と言えばいいですね。はい、壺に入っていたおにぎりが焼けてしまった。そう、いろいろあるんですよねこれも。で、持ち物いろいろあります。武器でしたり盾でしたり、腕は焼きおにぎり、まあおにぎりだったのが焼きおにぎりになって多分パワーアップしてます。はい、このゲームは満腹度という概念があります。上にね、満腹度100って書いてますね。はい、満腹度が0になってしまうと体力が減っていってしまうんですね。これも大事ですよ。あ、復活の草もある、高飛び草もある、いろいろありますね。爆睡の巻物は部屋中のモンスターが爆睡状態、その代わり目が覚めた後は相手の行動スピードが上がります。なんていうか、例えばこれをさっきのドラゴンに向かってくると多分炎が吐けなくなる、うーん、はずなんですね。めっちゃ強えな、爆睡の巻物、絶対爆睡前提だろうからな。今無駄な体力でした。ジャカ君もあれだ、状態上効いたんだね。でも今高飛び草を飲んでいます。するとエリアのどっかに飛びます。おお、ジャカ君目の前封印の手で、よく見たら体力を回復するアイテムねえじゃねえか。全然倒す気ねえな。真空銀河巻物は部屋全体攻撃します。倒れますけど復活の草で1回復活、復活の草を使用すると、雑草になってしまいます。絶対これ倒せない前提だろうな。こんなだってね、うわ、なんだこいつ、味方捕食したかこいつ、やおねえ。こんなアイテムで勝てるわけね。シレンなあ、シレン大丈夫か。お、気がついたか。大丈夫、体痛くない、なんともないんだな。よかった、ちょっと心配したぞ。どうやら無事のようだな。驚いたかい、ダンジョンで倒れると追い出されて気がついたらいつもここだろうさ。道具とか装備品とか持ち物は全部省されてレベルも落とされてな。しかし初めての挑戦でいきなりジャトーさんだったっけ、もう名前覚えてない、山頂まで行くって果たしたもんだ。でもさすがにジャカ君には勝てなかったか。あれはちょっと期待したんだけど、なんていうのさ、あんたたちなんてジャカ君のところに一個さえままならないんじゃない。それでどんな感じだったんだい、今回のじゃ登山山頂までの冒険は。それがカクカクチカチカ、え、ジャカ君と戦う前の記憶が飛んでるって、今も記憶が戻らないの。そっか、じゃ登山山頂までの戦いの勘どころみたいな話が聞ければと思ってたんだが、難しそうだな。仕方ねえ、みんな解散だ、飲み出そうぜ、みたいな。でもすごいよ、初めての挑戦でジャトーさんなんて。いい男だし、私君を応援することに決めた。そうそう、じゃあこっち切れてるよ、はーい、頑張ってね。
一応名目上は一発目であそこまで行けたっていうことになってるんですね。知らないけど。はい、そうです。風来の試練はですね、どんどん進んで物、ね、武器やアイテムを手に入れたり、レベルを上げていったりするんですけども、やられたら全てを失って、最初からやり直しです。これが風来の試練なんですけども、このゲームシステムはね、やっぱり未だにこう、受け入れられる人と受け入れられない人っていうのはね、いると思います。どうしてもね、それはね、まあそういうゲームなんでね。私もね、小さい頃は訳が分からなかった。なんで亡くならなきゃいけないのって思ったもん。だからこのシリーズでやったことなかったんですけども、大人になってからハマるようになりましたね。まあ、いきなりうまくいきすぎた気はするし、あそこでジャカ君に破られましたけどね。来て、もう一回行こうぜ。そして今度こそジャカ君を倒そうぜ。これもしかして、ただのストーリークリアだけだったら案外さらっと行くんじゃないかって今思ってしまったけど、どうなんだろう。ねえ、いわゆるその初代と同じで、お前なんか、ジャカ君に呼んだという頃は。あ、なんじゃなんじゃ、なんだった。わしは寒天棒。いけ、ジャカ君を倒すことは許さん。なんでだよ。グルシマが滅んでしまうからだ。は、このトクラ島が。どうせお前らは宝に目がくらんだ習わず者だろ。血を晴らすばかりろくなもんじゃない。いか、またジャカ君に挑むつもりなら、その時はわしの仲間がお前らを襲うから確保しておけ。ただ、ああ、またあいつらか。という列だな。なあ、なら確か寒天パワーってなってたけども、島の宗教者たちだが強烈な枯渇信仰者なんだ。枯渇信仰者。おう、枯渇っていう左の神様のことだ。ほら、うちなしではここんとこかばつ続きだろ。奴らはそれを枯渇神の力だと信じ、そのパワーを少しでも授かりたいと修行してるんだ。高くを倒すと島が滅ぶとか言ってたけど、おや、それは俺もよく分かるや。あと、よく考えてみたら、内気はひどい干ばつだったのに、ここは全然潤ってる。川にも山にも水がたくさんだし。それもわからんな。なんでなんかは知らんが、とにかくこの島では水がとても豊富だ。それもあって人も集まってるんじゃないかな。とにかく寒天棒のやつらだ。あいつらは大型から目当てに島に来た俺たちを島嵐とみなし、片っ端から襲ってくるから戦うじゃねえ。あんたたちも気をつけた方がいいわよ。うっと、いつら誕生で一緒に残ってるからな。嫌な奴らと集まってくる。なるほど。まあ、そういうのもありますよっていうことでね。ねえ、フライにさ、ジャカ君のところまで行ったって本当？でも覚えてないんだって。ねえ、ジャカ君のところまで30回もあるって噂だけど本当なの？もう完全に初代と一緒だな。初代のフライの試練のラスボスのエリアも30回でしたからね。30回か1個手前だったか忘れたけど。ああ、だから、その気になりゃ頑張ったら、そんなにたくさんの回数じゃなくてもいけるまあ絶対難しいんだろうけど。絶対って言われるし、俺の知らない敵キャラとかもいるでしょうからね、絶対。枯渇信仰者はもはや、山伏だったっけ。のモンスターだ。お前たち裏切りだろうか、変わらずダンジョンとなってくるぞ。加えていろいろ厄介なことを仕掛けてくるから、立ち悪い。放っておくと面倒なことにもなったりするから気をつけるんだぞ。あ、ここがトグラ島へのダンジョンの入り口だ。で、まだ戻しないか。まあいいや、地図を見てみようぜ。これがトグラ島の全体です。それともちょっとアバウトな地図だけどさ。とにかくここらは今、俺らたちのいる場所、宿場浜で。で、ここが、ジェトーさんの山頂だ。俺たち、ここまで頑張って行ってきたんだぜ。まあ、その後、でかくにやられちゃったわけだけど。でも、めげずにまた挑戦だ。あと、前回挑んでみて感じたのは、運よくジェカ君のところまで行けたものの、道中はなかなか手強い団長だと思ったな。だから今度からは、いろんな場所に到達したら、実にそれまでの道筋を書き記していこう。攻略する情報が大切だからな。頑張っていこうぜ、相棒。まあ、行ってみましょう、ちょっと。最初のパートを、男女行かずにっていうのは、さすがにどうかと思う。一
行き先選択ではダンジョンには街の情報を確認できます。ドグロ島は一つのダンジョンがいくつもの区画に分かれていて、あ、そうなんだ、いきなりあれか、山に挑めるわけじゃないのか。そりゃそうよね。はい、と思ったけどフロス長いなまあ、あ、戻っちゃいけない、戻るなごめんごめん。はい、ということで入ってみました、サゾロ系裏。さあ、不思議のダンジョンは入るたびに地形やモンスターの配置、落ちている道具が変わるという不思議な領域です。フロアのどこかにある出口や階段で先に進むことができます。不思議のダンジョン、ダンジョンでは自分が1、そうですね、まあ、さっき説明したからいいやはい、さーて、だからこんな風にですね、敵が近づくのを待って叩くと、おなじみバブルですね。HP がプレイヤーの体力を表します。HP が0になると倒れてしまい、冒険失敗ですと。移動での探検下でも HP が回復しますですね。OK、まあ、これぐらいかな。何色タイプ、素早さそうか。ダンジョンには道具が落ちていて、持って、拾って持って歩けます。はい。ああ、X メニューの持ち物か、B 強要式。あ、ほんとだ。長押しはまたなんか、長押しは、あ、長押しはダッシュか。はいはい。B 長押しでダッシュで、強要式でアイテムになる。おお、ちゃんと、あれですね、操作にもこだわりがありますね。素早さ、そう飲むと、倍速になります。行動、ね、速度が1段階上がると書いてますからね。はい。これ多分ね、味方なんですよ。ほら。私は風雷の効果。あんた、カーディーンはね、気に入ったわ。いらない道具があったら取り替えっこしない。試しに取り替えっこしてみようか。おお、やった、ありがとう。じゃあまたね。これはいいんじゃない、装備してみます。はい、さっきは強くやりましたね。はい、これ、装備するアイテムというのがですね、まあ、最初のうちはそんなに気にしなくていいでしょうけど、やっぱりその、実はその、例えば武器によってはプラス1とかプラス2とか補正がついているものもあれば、呪われてるアイテムもあったりするんですよね。そう、いろいろあります。金の剣、金出てきて錆びない。お、いいですね。はい、錆びというね、状態異常もあるんですけどもね。はい。結構錆びるとね、能力値が落ちてしまって使い物にならなくなってしまったりするんでね。はい、ドラゴンソウはノブと前方に炎を吐き出しています。私も一応多少なりとも知識があるんでね。あ、先進んじゃうな、いや進んじゃい、まあ、プロ味方。はい、そうですね、白が自分で、赤がモンスター、緑がまあ他の仲間とかね、うん、人物ですね。はい、青が道具で、パスが罠。ただし罠はね、踏まないと出てきません。罠のあるところに攻撃をすれば、先に罠を見つけるということもできますけども、まあこういう風にしていかなきゃいけなくなるんですよね、動画的には非常にテンポが悪いのでやりません。レベル上がりました。弟兵か、弟兵も昔出たことあるモンスターだね。名前聞いたことありますね。パワーアップ層、薬層、薬層回復ですね。パワーアップ層は文字通り、攻撃力が一時的に上がります。ギターはこの世界のお金ですね。はい。もちろんお金も死んだらなくなっちゃいます。道具寄せの脇物っていうのはあるんだけど、ああ、フロアに落ちてる道具を自分の周囲に散らせる。なるほど。ですね。とにかくいろんなアイテムがあります。ああ、場所替えの杖はですね、振って、その魔法を飛ばして、当たった敵と自分の位置を入れ替える。杖でございます。ちょっと癖のある装備ではあるかもしれないね。何？タコギン。タコギン。美味しそう。はい。サンゴの指輪のように道具の名前がわからなかったり、使える回数や呪いの状態がわからなかったりすることを、未識別と言います。はい、今右にサファイアの腕輪と出てますね。これはですね、未識別で正体のわからないものということになります。未識別の道具は、識別の鳴き物を、識別の壺を使うことで、何か正体がわかると。ただし、正体がわからないまま装備することもできますが、呪われたら外せなくなるので注意しましょう。そう。
かも効果がわからない。そう、あぶれ。昔はね、装備したらわかるみたいなあれもあったりしたんですけども、なくなっちゃったりしましてね、それが。あ、くそ、えい。あー、まあでも、あ、でてててまだですね、状態上にかかっちゃいました。影縫いはね、その場にからしばらく動けなくなります。はい、まあまあまあ最初なんでね。できればレベルはしっかり上げていきたいですね。ただしですね、同じフロアにあまり長いことに過ぎるとですね、まあそのなんか やばかった記録がある。そうです、元との盾、鱗入れきる持ち物が水で濡れなくなる。ああなるほどね。例えばおにぎりがね、水で濡れると腐ったおにぎりになったりとかしちゃって食べれなくなっちゃったりするんですね、うん、そういうのを防いでくれる装備みたいですね。はい、まあまあ最初にしては普通にそこそこいい感じに装備が揃ってるんではないでしょうかね。でまあ、ただそのフロアね、ある敵がいっぱいいるんだったら全部ね歩いてしまった方がいいんじゃないかというと、満腹度というのがありますからね、たくさん歩けばいいというものでもありません。状況によっては鈴なり峠、さっさと行った方がいいこともあるかもしれません。そうですね、 B プラス移動でダッシュ、 Y プラス移動で振り向きですね。遊び方はさっきなんか確認できたね。あ、これですね、スタートボタンで確認できます。矢とかが欲しいよね、そろそろ。おにぎり、おにぎりって50回ね。ああ50回ですね。はい、満腹度がいっぱいの時に食べると、最大満腹度が増えます。これは大事ですね。お、やばい、来た、金太郎。これも定番の敵ですね。刀プラス2か。まあなんでもないごく普通の刀ですけど、多分こっちの方が攻撃力は今高い。ちなみにこれは正義正当はできるのかな。ワイボタンか。はい、まあ普通の武器です。さっきの金魚の剣と違って錆びてしまいますが、まあ最初はね最初は攻撃力重視でいきたいですね。ほら一発で乗せる。最初はねちょっとサクサクいきたいですね。レベルアップの時のあれだな、音楽はちょこっと変わっちゃったね。まあいいんだけどそれは別に。ああ敵か。アナグラバブル、はいはい、バブルにもですね結構いろんな種類がいるんですね。あいぶいくらね余裕があるからといってあまりね適当には動かんようにしましょうね。あ、待って、誰かいるね、よく見たら緑ね。あなたは誰ですか。私の名前は焼き陶芸家よ。焼き物が大好きで壺をいっぱい待ってるのね。ドラゴンソウがあったら私の卵型の壺と交換しない。卵型の壺っていうことは未識別だね。めんどくせえな。いや、やめとこう、怖い。壺にもね本当に役立つも効果のものがいっぱいあったりしますし、まあ普通にね基本的に試験はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 のかけるんだから24個までしかアイテムが持てないのかな、と思うんですけども、保存の壺とかを持ってくればね、もっとたくさんの、アイテムがね、持てたりするわけですね。その壺の力をね、しっかりと、利用していきたいんですけどね。メッキの巻物はですね、装備しているアイテムにメッキをかけて錆びなくできます。金の剣だって、金の剣と同じようなことができます。幸せ草は飲んだ瞬間レベルが一つ上がります。非常に優秀です。レベルが上がった瞬間に使ってもう一レベル上げるとかね、したいですね。おっと、ガバラ。ガバラはお金を盗んでいきます。そろそろ、いやらしい敵が出てくるかなっていう感じですね。
ここら辺まで行きますとね、結構出口が先に見つかるね。早く木工の盾、まあ普通のなんでもない盾か、だったら弟盾の方がいいのかな。見た目的には地味かもしれませんけどね、やってる方はすごい楽しいですよ。コツ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 。あ、識別の巻物ですね。はい、これ例えばですね、まあもうすでに装備しちゃっていますけども、これを使ってこの識別のものを読むと、はい、こういう風にわかるわけですね。支配先の腕はって何？あ、あ、本当だ。よく考えたらそうだ、全部見えてるわ。本来敵って機械に捉えた敵しかね、あのマップ内に反映されないんですけども。あ、間違えた。確かに見えてるわ。え、じゃあめちゃくちゃいいじゃん。結構強いですよ。敵の位置がわかるってね、すごく。混乱草は、自分が飲んだったら混乱しちゃうので、これは敵に投げつけるタイプの草ですね。はい。あと混乱の武器物は、部屋にいる全ての敵を混乱状態にします。混乱状態っていうのはね、どんな行動をするかわからなくなっちゃうんですけども、逆に言うと、実は 100% 攻撃されないとも限らないっていう、ちょっと不安要素もあるんですね、実は。マルジロ。なんとなく転がってきそうなイメージですかね。OK。まあまあ待ってくれるね、このガマラ。パルコプキンは、パコレプキンか、失礼。パコレプキンはですね、宙を置いて近づいてきて、この、まあ、最初序盤にしては攻撃力が高いタイプですね。山あいの里。あれ？あれあれ？前に来た時は誰もいなかったけどって、そっか。死で覚えてないんだっけ。前に来た時には本当に誰もいなかったんだぞ、ここ。でも、まあ、いっか。人がいるなら助かるやな。お店とかあるかもしれないし。ちょっと見て回ろうぜ。おぉ。うち、里のみんながご飯食べるのにこうして与えてんだよ。えらい。おぉ、なんか良さげなあるね。ん？斬鉄剣。金属属性のモンスターに大きなダメージを与える。水切りの剣。水に住むモンスターによりダメージを与える。はぁ、いろいろあるね。あ、ちょっとごめん。戻りすぎた。あははは、ゲイズかぁ。ゲイズいるのね、今回も。まあ、非常に厄介な相手ですね。催眠状態にされて、よくわからない行動をしてしまう。その混乱状態とは違って、マジでやばいことをすることがあります。勝手に使っちゃいけないものを使ったり、勝手に、装備してる武器を投げ捨ててしまったり。大ごと。本当に。ちょっと薬草だけね、ちょっと買い揃えていきましょうかね。あと、おにぎりだね。どうもどうも。満腹度ちょっとあれだな、でも。心配だから。ちょっとおにぎり食べとく。あ、食べれないのね。はーい。街中ですからね。ね、知ってる？たまに武器とか装備すると、プラス1とかプラス2とかついてるでしょ？あえて強化してんだよ。そうそうそう。今の私の装備で言うと、これですね。刀プラス2とか。だからプラス、刀は本来強さ5なんですけども、プラス2になってるおかげで7に、ね、強さが7になってるということになってるんですね。ここは開かないよね。おう、食べるものか、聞くおるし、途中で人家のものを用のものを見たか、じゃない。おう。やばいやつがあるわけですね。お、鍵屋。ここへ行っておきましょう。ここは鍵屋じゃ。そう。もちろん大丈夫です。はい、これでね、持ってるものをさらに鍛えていただくことができるわけです。試しにやってみましょうね。はい。はい。大体ですね、昔から鍛冶屋ではなぜか一回しか境界できないっていうですね、もっと鍛えなさいっていう思うんですけども。鍛冶るかしら。なんか見られてる気がするんだよな。見張られてる感じっていうか。はい、か。先に進まぜ。なんならこいつも気になるんですけど。
んなもんかな。とりあえずじゃあ最初のパートはここまでにいたしましょうかね。はい、ということでね、風来の試練6いよいよね、発売されて多くの方これから楽しまれると思います。まあ私もねマイペースながら楽しんでいきますけども、どうなんだろう、これでこのペースでいってね、今どれぐらい、あれでしたらね、あんまり何もない道中の時はカットなんか入れたりしてですね、まあ、できるだけ、できるだけね、丸ごと綺麗にね、ダンジョンを最初から最後までお送りするとね、かなり時間かかっちゃいますので、まあ、カットをうまいこと入れながらっていう感じで、やれたらとは思っております。まあ、最初はね、新しい敵が出てきたり、新しいアイテムが出てきたりしたらね、紹介するんで、なかなかカット少なめになっちゃうかもしれませんけど、まあ、徐々にね、テンポを良くしていきながらですね、ご覧いただきやすい形を、取れたらと思いますんでね。はい。風来の試練の私のプレイ動画、ぜひともね、これから楽しみにしていただけたらと思います。はい。ということで、このパートはここで終了します。風来の試練6のプレイ動画、次のパートもどうぞお楽しみに。